皆さんこんにちは。ゆっくりです。本日は怖いスレの中より、夜の海ってガチで不気味だよな、の、一本をお送りいたします。どうぞゆっくり聞いていってください。お前らが夜の海に投げ込まれたら 100% 助からないぞ。深海に行ってみたいけど怖くて行けない。台風の時の夜の海はやばい。鳥肌立つ。昼の海でも深かったら怖いわ。山の方がガチ不気味だよ。深海のロマンは異常。俺も山の方が怖いな。夜の海でダイビングするとめっちゃ幻想的。夜の海は砂浜から見てさえ怖い。闇の中から波が現れる。未知の想像を絶する巨大海洋生物が潜んでいると想像してみ。山が怖いのって熊とかが出てきそうだからだろ。海なんか浅瀬で何もいなくても怖いんだが。テント張るときは海沿いはかなり安泰なんよ。野生動物の危険があまりない。人間リスクはあるけど。山は怖い。周囲360度野生動物が来るかもしれない。夜の東京湾のフェリーの中のバイトしたけど、終わって地上に移るとき下見たら怖かったな。甲板の上から夜の海を眺めていると吸い込まれそうになる。すげえわかる。夜の海と夜の山は本当に死ぬほど怖い。夜の山の闇は本当に怖いよ。ここからは人間が入っちゃダメな結界を感じる。昼でもあの圧倒的な水量見ると怖いけどな。わかるやついないか。311の津波映像を見まくってからダメになった。昼でも海水浴場とかの部位の向こう側が怖い。ここからは命の保証ないぞって言われてるみたいで怖い。しばらく海とか行ってないけど思い出してゾッとしたわ。V まで行った時の早く帰ろう感。毎回夏は海で泳ぐが V は普通に超えるし、ほとんどは V のない海を泳いでるな。ただし絶対にライフジャケット着用。夜釣りはゴンズイが釣れるから嫌い。ライジャケ着てるし海が穏やかな湾内でしかやらんし。危険な場所には立ち入らん。それでも落ちたら終わるかもなと思ってるから慎重にやってるよ。夜の山はやばすぎ。一回経験浅い頃、なだらかな斜面の森の中にテント張ってしまったが一睡もできず泣いた。ダム湖で夜のバス釣りによく行ってた時期あるけどそこまで怖い印象はなかったな。釣りに熱中してたからかもだけど、ダム穴は怖い。日が沈む頃の潮が満ちてくる時が怖い。夜の山で聞こえる音って自分以外の生物の音だったりするのも怖い要因かも。当たり前だけど果てしなく真っ暗だからな、本当に恐ろしいわ。夜に雪が降り続くくらい海ってすごく怖い。釧路で海沿いに住んでたけどあれは恐ろしいと思った。夜の海に行ったことある人は多いだろうが、夜の山に入ったことある人はあまりいないだろうな。おまけに一人でとなると、あれは怖いというか怖いってレベルじゃない、脳が壊れるかもって思う。夜に海は夜光虫が幻想的で美しいし、山奥でのキャンプも良いものです。廃村とか廃墟はそれなりに怖いです。海沿いまでは道路や街灯あったりするからね。山の中の本当の闇を感じ始める場所って車止めた場所よりもだいぶ奥深いから。ダムの水が減って水没した家とかはまあまあ不気味。東北の方の山はマジでやばい。マタギとかは凄すぎ。夜じゃなくとも、水深がガクッと深くなるとそこまで光が届かないので不気味だよ。島の沖合とか船の出入りで急激に深いとこがあるから、
海水浴気分でそういう場所まで出ると、まず水が急激に冷たくなって中を覗くと真っ暗。ブルブルと震えるよ普通に。富士山は巨大すぎて外側から見るのも怖いよ。夜の山とかブレアウィッチそのまんまだからな。わら。複数でも怖いし一人だともっと怖い。Google マップの航空写真で延々広がるロシアの森とかチベットの山脈とか、人がいない地域を見るのが怖い。プールの排水口って不気味だよね。主に海岸に一人で降り、通ったものに魚をくれ、とねだる。これに気前よく答えると、いそ女に食われる。逆に逃げ出しても食われてしまうという。どうすりゃいいんだよ、わら。足を引きずり込まれないように注意しろよ。昔小樽港で釣りしてて長いしすぎて、日が落ちた頃で泥酔したロシア船員に遭遇した時は怖かった。夜の海に膝くらいまで入ると超怖いな。波風で方向感覚とか聴覚鈍くなるし、クラゲやら物理的にも怖い。夜の海は夜光虫が綺麗だよ。波打ち際を叩くとそれに反応して光る。夜の海怖いよな。あの真っ黒い水の下に巨大な生物がいるとか想像したらちびる。夜の海の怖さって具体的物理的な怖さが主な気がするね。波にさらわれそう、足がぬかるみそう、危険な生き物がいそうなどなど。山の怖さはもう横溝静止的な、ブレアウィッチ的な、何かもうホラーな怖さ。海は天気さえ良ければ、月明かりで水面光ってたり波の音で海を認識できるんだけど、夜の山の暗さはちょっと尋常じゃないよね。昔の人は峠越えが夜になりそうだと宿場町で休んだみたいだけど、急ぎで泊まってる時間ない人は怖かっただろうな。夜に車で峠越えするときなんかに見る山の姿は、人が入っちゃいけないところなんだと思わせる、異様な雰囲気がある。